どうも、整体サロンアンサヒの富士山です。皆さんの体がより快適に動けるように簡単で効果の高い運動を毎日動画にて配信しています。本日のテーマは睡眠とアルコールの関係です。毎日お酒を飲むのが日課である、お酒を飲まない日は眠れない、そんな話を聞いたことはないでしょうか。今回は睡眠とアルコールの話です。寝酒に一杯は睡眠にとっていいことなのか悪いことなのかを簡単に解説していきますね。それではレッツゴー。さあ行くぞ。まずはアルコールが睡眠にどのような影響を及ぼすのかを解説していきます。アルコールはレム睡眠を阻害するというふうに言われております。アルコールを夜に飲むと寝つきが早くなるということは研究で実証されています。これはいい話ですが、残念ながらアルコールはレム睡眠を大きく阻害することも明らかになっています。レム睡眠の周期に入り込むこともレム睡眠の周期が安定して訪れることもなくなるので、深い眠りが誘発されずに脳と体の回復も見込めなくなります。だからアルコールの残った状態で眠った翌朝は目覚めても気分がすっきりしないということが理解できるかなというふうに思います。飲酒は睡眠の恒常性を狂わせるというふうに言われています。アルコールが睡眠を阻害するのは疲労と覚醒のバランスが狂うからであるというふうに言われています。眠る前にアルコールを飲むと体の睡眠調節メカニズムである睡眠恒常性ホメオスタシスに影響し不眠になりやすいというふうに言われています。睡眠恒常性とは基本的に体の安定性を維持する能力のことを言います。睡眠恒常性は脳や体の疲労度に応じて眠りの質をコントロールする働きを模します。アデノシン、カフェインに似た物質が増えますと眠りにつきやすくなりますが、せっかく生まれた眠気を遮断する力を持ちます。アデノシンはアルコールの作用に大きく関係していて、眠気を促したり体の動きを鈍くしたりします。アルコールにはアデノシンの細胞外濃度を高める働きがあります。その結果眠気を促して眠いと自覚することができます。アルコールによってアデノシンの力が不自然に高まると睡眠恒常性が狂い、体はそれを元に戻そうと必死になります。眠り始めの最初のレム睡眠は通常より深い眠りになりますので、睡眠恒常性が働いてしまいますと、それ以降のレム睡眠もどんどん浅い眠りになってしまいます。アルコールは女性の方が悪影響が出やすいというふうに言われています。夜の飲酒は女性にとってなおさら危険です。アルコールの影響が女性の睡眠に強く現れるのは、おそらくアルコールを代謝するスピードが男性に比べて速いからです。基本的に女性の方がアルコールの鎮静作用の周りが速いです。だから女性が寝る間際にお酒を飲めば寝つきは早いかもしれませんが、睡眠の段階の進み方が乱れる確率は高くなると言います。場合によっては汗をかく、不安に襲われる、悪夢を見るといったこともあり得ます。女性への影響が強いからといって男性も安心はできません。夜遅くにお酒を飲めば何らかの形で必ず体に影響は出ます。この事実を踏まえた上で自分に必要な睡眠を得られるような形にしていきたいと思います。それではアルコール摂取時の5つのおすすめ方法を紹介したいと思います。まず1つ目ですね、塩を摂るということをおすすめします。アルコールには利尿作用があります。尿として出るときにはナトリウムやカリウムの排出量は少なく、逆にマグネシウムやカルシウム、亜鉛といったミネラルを多く排出してしまいます。お酒を飲む人はミネラルが体内から不足します。その分塩などを摂取してミネラルをしっかり補給していくといいと思います。昔の食卓にあったような漬物や塩辛などでお酒を飲むという文化は間違っていないのです。お酒を飲む人はお塩を相当取らないと二日酔いになってしまいます。私も飲み会の時に塩を取るようになってからは二日酔いになったことはないですし、飲んだ次の日もすっきり起き上がれます。次には2つ目です、度数の高いお酒を飲む。大量のアルコールを長い時間飲み続けると睡眠の質が下がります。しかし度数が高くて少量であればその心配はないと言われています。ウォッカなどの度数の高いお酒を一気に飲んで眠れば
最初の90分をしっかりと深く眠れるので問題ないという結果が出ています。ウォッカはアルコール度数40度、中には90度近いものもあります。ワインはおよそ15度、ビールは5度程度ですので、このようなアルコール度数の低い酒をダラダラと長い時間飲むよりも、強いお酒を飲んでから入眠する方が睡眠にはいいというふうに言われています。次に3つ目です。3つ目は水分を多く取る。アルコールには利尿作用があります。体内から水分を追い出そうとするので、脱水症状によるリスクが高まります。お酒を飲むと、その種類に関わらず飲んだ4倍近くの水分が体から失われます。脱水症状は二日酔いの症状が現れる一因となります。お酒を1杯飲むたびに 230cc のお水を飲むといいというふうに言われています。お塩とともにお水を飲むことも重要だと思います。塩水にして飲むっていうのも効果的かなというふうに思います。次に4つ目、寝る4時間前までに飲酒を終える。お酒を飲んで眠くなるのは、アルコールが血液に乗って脳に達し、覚醒作用を持つ神経細胞の活動を抑えるからです。アルコールには血中濃度が急に上がって急に下がるという反応があります。飲酒後に眠気が出てきても、その効果が薄れるのが早く、寝酒をして 2,3 時間もすると睡眠効果の大部分が抜けてしまいます。また血中濃度が急に下がると、リバウンド現象で眠りの質が低下し、時には酒が残ってるのにもかかわらず目が覚めるということもあります。二日酔いになるほど飲んで夜中に目が覚めて苦しい思いをした方も多いかなというふうに思います。それがまさにリバウンドによる中途覚醒です。長期的に飲む量が増えたり、深い睡眠が減るほど悪影響が現れ、やがてはアルコール依存症になるリスクも高まります。また一旦習慣性飲酒で睡眠の質が低下すると、禁酒や断酒をしても睡眠の質がなかなか改善しないということも分かっています。ですから寝酒は極力避けましょう。飲酒は布団に入る4時間前までに終わらせるのが賢い飲み方かなというふうに思います。最後5つ目ですね。夜寝る前にトイレに行く。寝る前にお酒を飲めば排尿衝動が生じます。当然これも睡眠を阻害します。膀胱を解放したくなって起き上がれば、睡眠のリズムは乱れます。アルコールが残った状態で眠り、途中で目が覚めると、体の回復に必要な睡眠の段階になかなか戻れません。寝る間際にお酒を飲むなら、ベッドに入る前にトイレに行く時間をたっぷりと取ることを忘れてはいけません。睡眠を完璧にしたいと思っているなら、禁酒する時間を決めて、寝る数時間前には確実にアルコールが体から抜けるように心がけるといいかなというふうに思います。本日の話をまとめます。アルコールは睡眠の質を低下させてしまいます。でも冷たいビールやワインなどはなかなかやめられないですよね。そんな時に睡眠の質を低下させない5つの方法を紹介しました。アルコールを飲む時間を考えて、塩と水分を適切に取り、寝る前にトイレに行くことを実践してみて、睡眠の質や二日酔いになる頻度などの違いを自分の体で味わってみるというのがいいかなというふうに思います。自分の体は自分でしか守れませんので、そういう意識を持って普段から生活していただければいいかなというふうに思います。まずはできそうなところからやってみてください。それで自分の体の違いをどんどん体感していって、体が楽になるっていうことをどんどん経験してください。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひともいいねボタンをよろしくお願いします。今後も体のケアの方法について動画を配信していきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。富士山でした。